セバスチャン。スリザリンの生徒が、その生徒のレポートによると、前にも言った通り、それがこの地下墓地にあるなら見つけない。準備はできてるよ。よし。ところで、オミニスが君のことを聞いてく。言ってない。絶対。よかった。オミニスにバレたら怒るだろうからな。この地下墓地、読んだ内容とどれくらい違うんだろうな。ひどい匂いはきっと成功の香りだろう。レベリオン。おじけづくのはまだ早いぞ。コンプリート。他にも何かいるのは分かったね。今ので全部かもしれない。レベリオン。うちはいない。アクション。まあ雲は虫じゃないか。アクション。理由があって来たんだ。開けてもいいんじゃない。アクション。この部屋、天井が高いな。屋根裏で箱を見つけるなんて、やるな。コンプリート。足元に気をつけて、滑るぞ。こんな立派な部屋に埋葬されたいもんだ。壮大な雰囲気で。デパート。ナイス。骨が詰まる。レビオン。素晴らしい。骨が棺の外にあるなんて、なんだか変な感じ。墓場にいるんだから、不気味な音くらい普通だよ。アクション。祭壇のそばに何かある。アクション。何を見つけた。生徒の日記の一部みたい。やっぱり。手分けしよう。骨のバリケードを頼む。ページを手放すなよ。
他にも何か。本当に？この部屋の先に進むこと。もちろん。頼む。想像してたより深いな。通路の両側に骨が詰まってる。レベリオ。よし、全部の石をひっくり返して調べよう。この場合は骨だけど。アクション。でもまだやることがありそうだ。アクション。アクション。安全に渡る方法を見つけなきゃ。コープリンゴ。レベリオ。アクション。インガーディアムレビオーサ。レビオーサ。レベリオ。レベリオ。アクション。ウィンガーディアムレビオーサ。やったな。わかってたよ。肌じゃなくて骨で感じたんだ。うまいね。アクション。ルーモス。ウィンガーディアムレビオーサ。アクション。ルーモス。アクション。先に進む前に気づいたことがある。その生徒の日記に服許されざる呪文は数でレッスンだから。どこで服じ自分で覚えたんだ。自慢できるようなことじ覚えておい。そうだ、君には責任がある。杖の動きに集中しろ。簡単にはマスターできないぞ。
行くぞ。先に何かある。注意するんだ。ガサッと。またセベリ、君にかかればこんなのちょろいよね。アクション。随分おだてるな。まあね。ヒント。コンプリート。すいません。今度は上の位置に着いてる。コンプリート。同じ順番でハンドルを引くのかもしれない。この地下墓地は状態が悪い。生徒の説明は言った通りだ。石板の文字と同じ順番でハンドルを引くのか。ルーモス。アクション。うまくいったな。いいぞ。
ダムレビオーサ。連中より優秀だよ。お見事。スリザリンの生徒が引かれたのも分かる気がする。レベリオン止まりか。無駄骨になったな。まだ諦めるのは早いよ。コンフリンドボンバーだ。セバスチャン、見て、異物だよ。もしかしてメモと異物の描写。信じられない。でも異物の潜在能力を引き出すにはわからない。異物に手を出すな。大丈夫、僕たち、僕が持ってく。この異物のオミニス、さっきから聞こえてた物音は君だったのか。悪いな、持っていくって決めたんだ。ダメだ、君が戻さないなら俺がやる。待って、二人とも。セバスチャン、お願いだから下がって。いいぜ、でもオミニスは僕が戦いから引かないって知ってるぞ。信じられない。どこから聞いて。全部さ、力
を合わせよう。ま、彼の意志が変わらなかった。何かあるはずだ。そうだね、意見が一致したな。確かに話すべきだけど、異物。何が言いたい？交渉しようって言いたい。セバスチャンが異物を持ち出すのに一つ。それは書斎で合意したんじゃなかったか？そんなわけない。友情に傷を。わかった、俺も信じる。でも行けよ。後悔することにならないといいな。セバスチャン、準備できたよ。どうだ、僕の決意は変わってない。オミニスは違う、行こう。何、オミニス？説明は後で。さあ、あそこで何が起きたんだ？レベリオン、オミニスと話し合ったから。オミニスは君とちょっと一緒にいるだけで心変わりしたって。この異物は重要なものだから、君にチャンスをって説得したんだ。それだけのはずないだろう。話して。大事なことは全部確認済み、保証するよ。アクション。最初から秘密にしておくのは嫌だったんだ。あいつは分かってないんだ。それにまた心配をかけたくはない。出て行くとき、オミニスが僕のことを気にしなかったのが、らしくない。きっと苦しんでたんだよ。全部納得してても、受け入れられるかどうかは別のことだから。僕が諦めないのは分かってくれてると思ってた。本当に大事なことだから。あんた。本番。レベリオ、ボンバー。レベリオ。レベリオ。レベリオ。コンプリンゴ。何があったか、アンには内緒だぜ。オミニスと同じ考えだから、知ったら動揺する。戦いが終われば、魔法族は我々に服従する。
そんな、まずいぞ。どうしたの？村落の隣から煙が。ベルドフ、急いで向かおう。さてにお前の人生より長く戦ったな。そんな、まずいぞ。どうしたの？から煙が。フェルドクロフトが危ない。攻撃されてる。急いで向かおう。何をした？アンを助けたんだよ。許されざる呪文でか。あの本を読んだな。お父さんがどう思うか。やりすぎだセバスチャン。アンに近づくな。私たちにも。おじさんは何のつもりだったんだ。服従の呪文がアンを救った。あのゴブリンは妹を殺す気だったんだ。考える時間はなかった。でも許されざる呪文だよ。
考える時間はなかった。それだけさ。おじさんには分かってもらわないと。僕の家からも妹からも僕を遠ざけるなんてありえない。少し落ち着いてもらった方がいいよ。おじさんと話していい？少しは緊張をほぐせるかもしれない。君の言う通りかもな。分かった。しばらくここには近寄らない。ホグワーツに戻るよ。何を考えてたんだ？すみません、サローさん。セラスちゃんがしたことは容認できん。まさかあいつをかばうつもりではないな。僕たちはランロクの信奉者に遭遇しました。あのゴブリンはアンを殺すところだったんです。この一家は闇の魔術を使わない。たとえ相手が敵であってもだ。セラスちゃんがしたことは許されない。そうやってセラスちゃんの行いをかばうとは、その姿で全部わかるぞ。お前もあいつと同罪なのだな。あいつは今後フェルドクロフトやアンに近づいてはならん。許されざる呪文というその名には理由がある。お前たちのどちらかでもこのままの道を進み、闇の魔術を使ってみろ。すぐに校長に知らせるぞ。覚えておけ。なぜだセバスチャン。